こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、事業の中の経理部門の感じの内容をん一つだけに絞ってご紹介したいと思います。よろしくお願いします。適用という言葉があるんですけれども、これそもそもですね、よくあの、経理、事務的な感じのお仕事の時にですね、形状の時に出てくるものなんですね。例えば、仕分けをするというとですね、どこかで何か材料を買った時、仕入れ、 材料とか商品を買った時ですね、仕入れで買いかけ金という組み合わせでいくんですけど、その中の間のところにですね、こういう空欄があって、で、あ、こういうっていうか、あの、適用の欄っていうのが設けられていてですね、そこに具体的な内容をね、わかるように書いていくんですね。この適用の、なんかいい使い方みたいな感じを今回ご紹介したいと思いますね。それでですね、そもそも適用っていうのはですね、簡単に言うと、 取引のの内容がわかるもとということになりますねすっきりしていてね簡潔なのがいいとはいえですねやっぱりね使っていく中でですねこの適用に頼って何かね後から追跡していく時にここの適用がちょっとあの有効的な時があるんですよねなのでですね私の場合は中間ぐらいを取っていましてそれほどまでその簡潔っていうのもちょっと違うかなとこれこのここを に入れておけ、そのインプットの時にさえ、あの、具体的に入れておけば、あとはですね、ここに入っているんだからって安心できて、あの、か、ね、あの、検索して探すこともできるから、遡ってここにたどり着くことができるんじゃないかと思うと、あの、そこそこですね、具体的な日にちが入っていたりとか、内容のなんか数っていうんですかね、例えば売上の数量だったりとか、そういうのも入れたりすること、 もう内容に含めていくといいのかなとちょっと思っています。例えばですね、材料を購入した時があるんですけど、私の場合、仕入れ、材料仕入れ、買いかけ金っていう科目で行くんですけれどもね、その時に書く時に、まずですね、あの日にち、日ちその、うん、これは考え方によるんですけど、そのインプットの日にちがしっかりしていたら別に、 日にちっていらないんじゃないかと思いながらもあえてですね。私は記入しています。何年2021年何月何日購入という言葉を使ったりします。購入って言葉が一番多いですね。例えば仕入れ、あのあのどこかでね。あの購入した時のボタンを押した時に同時に決済のに勧められますから、その時点でが一番早くやれる時かなと思います。買う時っていうのはね。 で、売り上げするときはちょっと決まりがあって、やっぱり、あのー、発送するときが一番最初ですね。あとは着火したとき、お客様に到着したときとか、なんかある,あるんですけど、どれにするかっていうので、まあ、発送した日っていうのが一番早いから、その日にしていますね。重要なのが、なんか月をまたぐときとかにね、ねあのー、31日とか末日だったりすると、やっぱりその日にやっておかないと次、 次の月の売り上げになったりとか、なんかそういうことがあると、やっぱスムーズに、早く早く、そのね、分かった時に早くやっていくのが、やっぱスムーズで、スピーディーで、あの、なんかテキパキしてていいかなと思っていますね。した時は、うん、とその、朝日の続きで、何々購入、何々日購入の後にどあの、コロン入れまして、そして、と何々用の何々だ。 例えばですね、新字 1m だとかでね、記事とかでね、新字の場合だとか付属って最初に入れておきます。そ,ういうのそれもね、あとの検索でちょっとね、あの有効的なんですよねで。記事なら記事って書いてあの何、記事の名前ぐらい書いて、色とか書いて、何 m 買ったんだ、これ数量ですね、さっき言ったみたいなね。ということ書いて、その後に、 えとお店の名前入れますね。そして最後、何で払ったかっていうことで大体クレジットで当たり前なんだけども、クレジットって入れます。このクレジットって言葉もやっぱりあのね、買いかけ金であると後でひっくり返しの作業を行うときに、確認するときにやっぱりね、あのそそのクレジットで買ったものだということの証しになるので入れていますね。 まあ今、現金で買うことほとんどもうなくなったのでクレジットばかりなのでねその言葉もねなくても大丈夫かもしれないですけどね,ですね後半はなぜ私がですねこの適用をそんなに省略しすぎずに割とまああのそこそこは具体的に入れたいっていうふうに思ったかっていうことなんですけどこれ実際のちょっとあの画面なんですけどあのですねここの適用のところで検索できるんですよね今まで入れたものを。そそしてその 日にちで絞ると、その間の中での適用欄に、例えばですね、記事どれぐらい買ったんだろうとか、あの記事どんなどんな値段だったかなとかを振り返るときに、もちろん別でも記録してはいるんですけどもね、やっぱりね、あの、探すときが結構あってですね、あのハサミ、えっと、最終的に買ったのいつだっ たっけ、どんなお店で買ったハサミだったっけ？すごく良かったから今ね。そういう状況が起きてるんですよ。今の使ってるハサミがすごく良くて。 今後も使っていいきたいんですねそうする場合ハサミもそんなに1週間ごと変えていくわけじゃないんで結構早くダメになるんですけれどもそれにしてもですね、あのー、間がちょっと空くんですよねそうするとそういう時にあのハサミという言葉を「立ちバサミという言葉を必ず決めてっていう感じにしてるのでその「立ちバサミって検索をここの適用の欄に入れるんですよソフトのそしてポンって押すとその何も考えずあの何もくくらずに あの、日にちを押すと、その1年間のものの,あの枠ですから、ここのお部屋は。で、その中で出てくるので、まあ、そんな風に日にちくくらなくてもいいと思うんですよ。これで器用に言葉に立ちばさみっててポンと押すと、この前に、あの、木をまたいでいなければですね、その中で前に買った立ちばさみのお店がわかるみたいなことがあるので、そういう使い方を私知ってますね。すごく便利だと思いました。 でそこからもね思うのはあの適用欄ねそんなにバカにできなくてあのできたらいつもリズミカルにというかねなんか形式的このこの位置にはこれが来てその適用ってずら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 入れ,入れてってもいいんですけどやっぱりねある程度でねこの間すごいたくさん入れたくて入れてみたらあるところでストップしちゃうもんだからやっぱりね字のねあの原点 限度があるみたいなんですよねである程度いくとかなりこの今使ってるソフトもかなりの時数いくんですけれどもそれでもですねやっぱ限度があるからあまりダラ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 とあのー、ねなんか並べることもできないのでやっぱその辺はすっきりさせなきゃいけないんですけれどもあのそれにしてもですね並ぶ順番の,あのなんかいつもの漢字の配置っていうのがあって 一番最初にはさっき言ったみたいに、あの、日にちを入れてなんか購入したのか、入金だったのか、その行為ですね、その、そのことの仕分けをした時の何が起こったかっていう事件みたいなことを最初に入れて、そしてその後に具体的に書いていくんだけど、あの、何を買ったかを最初に買ったかとか、何が売れたかとか、そういうのを最初に切って、それ大事ですもんね。そして、あの、ま、品番とかも入れてもいいしっていう感じですね。あと、物の名前とかですね。 そして最後にはいつもですね、買いかけ金の場合だとクレジットが来るのかどうかとかね、そういうところで末尾だけ見ていけば、クレジットで買ったのか現金で買ったのかが分かったりするとか言うね。現金だともう勘定科目が現金になっているから、あの現金って書く必要ないかなと思って私は省略してるんですけど、そうするとないから、 あの、現金で買ったんだなっていうのを、科目とともに確認っていう感じだし、あとで、現金調べるときっていうか、あの、月末にいつもですね、現金がぴったり財布の、財布、事業の財布の中っていうのね、あるんですけど、その財布の中と合ってるかを調べるんですよね。その時とかにそういうのが、あの、もしなんか合わない場合にちょっと調べたりできたりするので、後追い追跡みたいなことをするときにとても役に立っています。 こここれれよく使いますね、にここに適用になんか言葉入れるっていうの、ね、もうね大まかだったんですけどこんな感じで私は自分はこんなような感じの適用の使い方をしていて必ずしもですねめちゃくちゃ省略してあのなんか一言しか入れないとかいう考え方もあると思うんですけれどもあのそういう場合にあんまり検索してもここの帳簿の中ではあまり探すことができないかなと思うと私は割と、あのー、そこそこな 文章、文章というか言葉をね、あの、いくつか入れているよっていうやり方の、そのメリットが、後追い追跡ができたりするっていうことだなっていうとことですね。それをご紹介しました。いろいろな考え方があると思いますけど、私のこの例は、これで今自分はすごく、あの、 スムーズにいってる感じがするのでちょっとご紹介してみようかと思う一つの例としてですねあの上げてみましたねはいどうもありがとうございました